晴らしい天気が与えられて、本当にちょっとここは寒いですけれど、大丈夫ですか皆さん、寒いフィナーラつけてくださいね。本当に感謝です。また朝はなんと町内会の 人たちが、おじさんたちが来て、花いりませんかって下に花を置いていってくれるという、ね、素晴らしいあのこともありました。また今日はあの本当に大好きな姉妹と一緒に、素晴らしい声の姉妹なんですけど、歌うことができて、賛美をすることができて、本番に強いですね。本番の練習より本番の方がさらに燃え上がってたっていう感じで、なんて素敵な姉妹なんだろうと思って、一緒にあの賛美して、また朝のあの司会のあの祈りもすごくて、もう私涙が出ちゃってあの今でももうあの止まんない感じで、本当にあの感動してと聞いて、神様も喜んでるなと思って、皆さん一人一人をあの喜んでいるなというふうに思わされました。で、あの今日の聖書箇所に行きたいと思いますけれど、今日はルカの福音書2章の36から38、またマルコルカと続きますね。ルカの2章の36から38では読ませて、司会者じゃない私が読ませていただきたいと思います。マルコの福音書2章36から38、またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。シュルの時代の後7年間夫と共に住み、その後ヤモメとなり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語った。とここから今日は語らせていただきますけど、84歳ですごいと、非常に年を取っていたっていうふうにこの時に言われている。今までは84歳はそんな非常に年を取っているってことではなく、まあまあだったまあまあ年を取っているっていう感じですけれど、この アンナさんという人のお話も少し交えながら、私は雲の間にある虹っていう雑誌をよく読んでて、そこからお話をさせていただくんですけど、今日もあの1人の人、2人の人かなのことを例に挙げてお話をさせていただきたいと思います。まだそこに出してないですけど、皆さん今日出しますので、ぜひあの持って帰って読んでいただきたいんですけど、あのチェコの宣教師のサリーさんという人がいるんですね。その人は日本人で四日市の出身の人ですけど、その人があのチェコに行って宣教をしていて、もう長いんですけれど、そこにあのそこの姉妹のお証が4月号に載ってたんですけど、その女の女性の方はチェコ の自己人と結婚して、日本人だけどそっちに住んでいるっていう方なんですけど、で、サリーさんとは薄い友達だった、あの同僚の友達みたいな感じで、ちょっとか面識があったようなんですけど、であのご主人がある時具合悪くて病院に行ったらば、膵臓がんのもう末期状態っていうことが、その女性のご主人が分かりまして、で、まあ、その今の人は、まあ、絶望に陥ったっていうんですかね、まあ、悲しかったんですけど、そしたらあのサリーさんからご主人の様子いかがですかとかってメールが来たそうですね。できっとなんか噂を聞いたんだろうなと思って、でまあ、適当に答えを出して、まあ、元気ですとか分かんないんですけど、適当な答えをしてあしらってたらしいですけど、で何回も何回もメールが来るんですよ。どうでいかがですか、いかがですかって。でもうだんだん頭にきて、であの最後怒りに震えながら、あのもう主人は膵臓がんの末期です、これ以上書くことありません、確からずみたいな感じのメールを書いて、あのもうこれ分かったかって感じで出したら、あのそしたらサリーさんからあのすぐにメールが来まして、あの
彼女もこの自分で祈っているたびにそのサリーさんもその女の人チェコ人と結婚した女の人 のところに連絡をしなさいって神様に毎回言われるんですよ。何回も何回も神様に言われて、で自分も何回もしつこくて嫌だな嫌だな嫌だなと思ったんですけど、神様に何回も何回も言われるからしょうがなく何回も何回も出してたっていうふうなことを書かれていて、でそ の女性の姉妹も あそうかそういうことだったのかと思って、ちょっと心を開いたみたいで、その後サリーさんとご主人もとクリスチャンとした働きをなしてるんですけど、が行って、そのお二人は全く無神論者だったんですけど、イエス様のことをお話しして、拒否する理由はありませんって言って、二人とも一応受け入れたっていうんでしょうかね、っていうふうになって、なったそうです。でもその後教会にも全然行かないでたらしいんですけど、その後ご主人がいろんな、抗がん剤とかやって奇跡的な回復をしてきて、で良くなったなって、よかったよかったって感じで過ごしていたんだそうですね。でそのまま行くかなと思ったら、しばらくしたら再発があったということで、その間すごい長いいろんな話があるんですけど、再発があって、でも絶望の淵に陥って、でそこで教会に行こうというふうに泣き、一回良くなった時に一回祈りに行ったと思ったんですけど、そこで行かないで、もう一回再発した時にやっと教会に行くようになりますなったそうです。そしてそこでサリーさんたちに毎回感謝するように、どんなことも感謝しなさい、悪いことも全て感謝するようにって言われて、毎日本当にご主人が体調が悪くて、毎日毎日メールとか電話 で聞くと、毎回感謝をするようにって言われて、で自分で全く感謝できないけど必死で感謝をしていました。そしてある時ご主人が天に召されるということがありまして、でその姉妹はもう怒りに震えて、やっぱり神様なんていないじゃないか、バカ者って書いてましたけど、神様のバカ者って言って、サリーさんにも電話をかけて、神様なんかいなかったじゃないかってガチャンと電話、ガチャンじゃないでしょうけど普通でしょうで切ったっていう風な証で、で切った途端に、で亡くなったご主人の顔を見たら、ご主人がこうニコッと笑ったように見えたんですって。で、ああって言う、その時に、ああ主人は全く痛みのない場所に今行ったんだっていうふうに思って、で、ああそれなのに私はなんてひどいことを言ったんだろうっていうふうにその後思ったっていうことは書いてあったんですけど、今その姉妹の方から私は実は言ったんじゃなくて、サリーさんがすごいなと思ったんですよ。私はそんな末期がんで苦しい人のねところに感謝しなさいって私は言えません感謝してくださいで、皆さんみたいに相当強いね信仰を持っている人になら感謝してください。例えば事故にあったとしても、茂木兄弟が事故があってもう大変なところにあったけど、じゃあ頑張って感謝しましょうとか言えるかもしれないですけど、全くねそういうことを知らない人に、ね、感謝しますよって言ったら、なんだこの人で傷つく人もいますよね、怒る人もいますよね。もうとってもじゃないけど、それも1回や2回じゃなく毎回感謝しましょうととてもは言えないっていうかね言えないと思うんですけど、その中で感謝しましょうって言い続けたこの サリーさんっていう人が、あとメールを送り続けた、嫌がられてるのに何回も何回も送り続けたそのサリーさんのこの神様に従う心っていうんでしょうかね、それがすごいなっていうふうに、でこの姉妹も、その後教会に行くようになって、また行くようになって、本当にどうして主人は命取られたんだろうっていう思いもあるらしいんですけど、その中でこの方の友達がどんどん救われるというような技も起こっているというお証しが書かれてましたけど、この本当にこのサリーさんの戦いがね、すごく素晴らしいなというふうに思わされました。あともう一人、それは6月号ですごい、それも素晴らしい証なんですけど、長崎の教会の牧師先生はいっぱい子供がいるんですけど、一番下は今高3だそうです。でその男の子はミッションの高校に入っていて、で
サッカーが好きで、であのサッカー部に入っていたんですけど、でもまあ、 あのクリスチャンなので日曜日は練習があるけれど、あの礼拝終わってから午後から行くとかっていう風にあのやって、そうしてると、まあ、結構にサッカー部だからにあの人が多いので試合にほとんど出られないんだけど、まあ、彼は好きだったからあの行ってたんですね、それあのサッカー部に。でもある時、あこれじゃあ教会生活も中途半端だし、あのいろんなことが中途半端だなと思って、あのサッカー部を辞める決心をしたということで、それから彼はちょっとずつ変わっていったそうです。でその後毎日そこでは礼拝が、あチャペルっていうかなの時間があるらしいんですけど、そこで本当にその救いの話とか生きた神様の御言葉とか証とかが語られてないっていうふうにこの少年は中高3ですけど思ったらしくて、で先生に僕にやらせてくださいっていうふうに僕にあの祈ってね、いやあの僕にやらせてくださいっていうことをあの言ったみたいです。そしてあの彼が話をすることに、いいですよと彼が話をすることになって、それ毎日あるんですって。で最初はさホーランドの、ね、本を読んだりとか、あといろんな工夫をしてやっていたようなんですけど、その中で本当いろんな人から批判中傷を浴びたり、また寝てる人が、ね、寝てたりわざとからかってる来る人がいたりとか、あのいろんなことが起こってきて、もう彼ももうやめよう、もうやめよう、もうやめようっていうふうに、どうやってやめようかって本当にもう悩むようになって、でアンケみんなにアンケートを取って、どういう話をしてほしいですかとかも頑張って工夫して、あのそのアンケートに答えるお話をしようとか、いろんなことを知ったらしいんですけど、その中でももう辛くって辛くって、やめようやめようって思ったって、一回やるだけでもすごいですよね。毎日やるってどうなんだって私でも絶対できないなと思ったんですけど、でそうしてあのでも祈ると神様に頑張って続けなさいっていうふうに言われるんです。で彼はあの本当に辛くなって、ついに断食をして、ね、祈ったんです。すごいですよね、高校3年生の男の子は断食をして、自分のためじゃないですよね、福音のためですよね、祈ってどうしたら神様にいいですかっていうふうにあの祈ったら、あの祈ってもやっぱり神様はあなたはあの語り続けなさいっていうふうに語られたっていうこと で彼はじゃあ分かりました神様、やめることをやめますってやめようとすることをやめますって、かっこいい言葉だと思います。やめることをやめて、今でも頑張って毎日毎日語っているっていう話でして、あ本当にこの私もやったことないので、彼が途中でやめたとしても一切批判っていうか何も言うことはできないとか称賛しかできないんですけれど、いやすごい戦いをしている高校3年生の男の子ですよね。本当に一番難しい時期っていうか、あのかっこつけてあの遊んで女の子にモテることを考えて生きてきてる時期だと思うんですけれど、そうですよね先生とかね、そうですよね豊君のね、高校3年生って言ったら本当にその中で、どうしたの？あの彼がその信仰の戦いをしてるっていうことに感動を覚えました。でこの今日読んだアンナさんも夜も昼も断食というもって神に仕えていた身を離れつっていうふうに書いてまして、この方はずっと神様に宮で使えずっと使えなさいというそのお仕事を与えられたんだと思います。まあ全員がそうする必要はないんですけど、この人はそういうふうにしなさいと神様に言われたんだと思います。でもう 何年やってるか、50年どころじゃなく60年とかでやったと思いますけれど、ずっとやったパパっていうことですよね。でちょうどこの時彼女もそこにいてて、イエス様生まれたイエス様がね、あの宮にやってきた時ですよね。何の神だか8日目かにやってきた時にちょうどそこにいたって書いてますけど、まあ彼女がいたのは当たり前っていうか、ここにいたから会えたんですね。今日はちょっと具合悪いからとか、今日はちょっと用事があってとか言って休んだらここにはいられなかったんですけど、彼女はそういう人じゃなくてずっといたので、このイエス様にでのこの一番この
割礼の儀式のこの素晴らしい時に出会うことができた、イエス救い主にこの84歳だって出会うことができたっていうのは、本当にこれは奇跡ではなくて、彼女の信仰の歩みの中で起こるべきことで起こるべきこととして起こったっていうことが、ちょうどそこにいた時、偶然ではないっていうことが、本当にこのすごいなというか、顔切られたら、いたから当たり前のように会えたけど、ちょっと本当にこの何かあったら会えなかったんですけど、彼女はいつものように主を礼拝して神様に祈ってたから当たり前のように出会えたっていう、この不思議な出来事は本当に彼女の信仰のゆえだと思い、本当に感謝を捧げたというか、素晴らしいことだなと思います。私たちも本当にこの1回従う、一回ならばできるかもしれないけど、この本当に神様に従い続けるっていうことには戦いがあります。でも本当にその戦いの中 で自分にはできないけれど、神様助けてください、あなたに従うことができるように、従い続けることができますように、どうか助けてくださいって戦いながら、本当に神様に従っていくときに必ず主の栄光を見ることができるというふうに私は信じていますし、このサリーさんやこの高3の毎日高校でメッセージを語っている彼もそう思ってずっとやっているし、やり続けているんじゃないかなと思います。本当にそのサリーさんを通しても、その姉妹だけではなく、その姉妹の友達、その友達、その友達というふうに技が起こっているということを本当に覚えて、私たちも感謝をし続け、また信仰の歩みをし続けていけたらなというふうに思いました。以上です。Good.